キュアの私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は子供たちがとっても楽しみにしていた秋の遠足がありました。大串貝塚ふれあい公園に行ってきたんですけど、もう本当朝から子供たち本当にすごい楽しみで、今日大事なとこ行くんだよねって言いながら仲良く朝出発したんですけど、で私は今日年中さんのお友達と一緒にバスを乗って行ったんですけど、高速道路を降りてから大太郎坊が見える瞬間があって、あ、見えたって私が言うと、え、どこどこどこって言いながら子供たちすっごい一生懸命探してて、もうすごい可愛いなと思って、見えなくなっちゃったら、あ、見えなかったみたいなちょっぴり残念そうな顔してたんですけど、あ、もうすぐ見えるから大丈夫だよって言うと、もうまずこうやってずっと外を見ながらこう様子見てて、あ、すごい興味津々だなっていう姿が見れました。ついて古いお家とかダイラーボーとか見に行ったんですけど、お家の上になんか屋根のところに猫がなんといたんですよ。でもう私もちょっと先生たちがいたよって言って、え、どこだろうどこだろうって私もちょっと探したんですけど、あ、いたって言うと子供たちも行って、どこどこどこって言って、あ、あそこであそこって言って見つけられた友達が、いた、かわいいって言ってて、あ、その姿も見れてとてもかわいいなって思いました。また芝生で遊ぶ時間もあったんですけど、子供たちといろいろたくさん遊べてとても幸せな一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。